大犬座の東、現在の友座付近に作った星座。現在は使われていない。1798年にボーデとフランスの天文学者、ジェロームラランドの間で、グーテンベルクの活版印刷と、モンゴルフィエ兄弟の熱気球をモチーフとした二つの星座を作ることが合意された。これらは、ドイツとフランスそれぞれの偉大な発明品を記念したものであった。 この二つの星座は、1801年に刊行された、ボーデのウラノグラフィアの中で、オフィチーナタイポグラフィカと、グローバスエアロスタティクスとして、初めて登場した。その後、これらの星座はいくつかの星図にも描かれたが、現在の88星座には採用されていない。原メグミ、星座の神話、星座詩と星名の意味構成者構成格。 1996年6月30日、276ページ。ISBN4 から769908253。a b ドパス、スターテールズ、オフィチーナタイポグラフィカ。2014年5月9日閲覧。ありがとうございます。